大北王女は天武天皇の御子。多くの王女とも書く。母は天智天皇王女の大田王女で、同母邸に大津御子がいる。伊勢西宮。斎明天皇7年に筑死に向かう途中の天智天皇一行の乗った船が多くのの海の上氷を通過している時に誕生した。日本初期に天智天皇6年の2月27日に、 西明天皇と橋人王女を称し、岡上陵に合葬し、大田王女をこの陵の前の墓に埋葬したという記述があるので、2月27日以前には、大北王女と大津美子の母の大田王女は、皇居したと思われる。大北王女は、天武天皇2年4月14日に、父の天武天皇によって、採用を制度確立後の初代採用として、初世斎宮にいる採用。 翌3年10月9日に伊勢国に下校した。翌年の天武天皇4年の2月13日には、十子王女と安倍王女が伊勢神宮に参詣した。首長元年4月27日、滝王女、山城の姫王君、石川夫人が伊勢神宮に使わされた。同年の10月3日に大津美子が無本人として死を賜った後、 11月17日に退下し、都に帰った。大宝元年12月27日に皇居。三重県名張市の夏見廃寺は、薬師寺演技に見える大き田王女の発願により、人気2年に完成した、小福寺とされている。万葉集に、無本人として倒れた、道母帝の内美子を思う歌を6首残している。ありがとうございます。